堺木地蔵堂裏手の緑地は、堺木触れ合い樹林武装国境の木堺木地蔵は、神奈川県横浜市ほどが役にある地蔵菩薩を祀る、仏堂、旧東海道の権田坂頂上にあり、武蔵国と相模国との国境にあたる。伝承によれば、鎌倉の結比ヶ浜に漂着した地蔵菩薩像を漁師が、浜に祀ったところ大雨で流出してしまい、数年後腰越えに流れ着いた。 夢で地蔵から、江戸の方へ行きたい、途中で止まってしまったらそこに放置して構わない。と告げられた漁師は、像を牛車に乗せて運んだが、当地で車が動かなくなってしまいそこに放置した。漁師から、地蔵像を託された村民は、どんな粗末なものでも構わないからお堂を作ってくれ。そうすればこの村を賑やかにしようと無国により、地蔵堂を作り安置したところ、地蔵への参拝客が集まり、 有名なボタ持ち屋ができるなどで村が繁盛したという。銅が混流されたのは万治2年である。地蔵堂は元は洋沖縄寺の境内にあったが、同時は関東大震災で被災して廃寺となり、現在は地蔵堂と江戸の吉原の寄進による手洗い鉢の実が残る。銅の所在地は旧東海道のゴンタ坂頂上にあたり、江戸時代は茶屋が多く大変賑わった。 また茶屋では、焼き餅が名物で、地蔵村より、戸塚よりの坂は、焼き餅坂と呼ばれる。また地蔵村より、数百メートル戸塚よりには、品の一律家が、江戸時代のままに残されている。門前は2005年に拡幅整備され、地名の由来にもなった、武装国境の木モニュメントが設置されている。地蔵堂の近隣には、境木商店街があり、5月から8月の、 最終金曜日に縁日が行われる。また、境目商店街にある和菓子屋では、お地蔵さんもなかと言われる、境目地蔵をモチーフとした和菓子が名物となっている。地蔵堂の裏手には、緑地公園、境木フレアイジュリンがあり、小規模な池なども存在する。神奈川県横浜市ほどがやく境木本町2-17、横浜市ほどがやく見所、今井、ゴンタ坂、 堺木地区、ありがとうございます。